こんにちは、兄です。今日はお買い物動画でございます。1月最後のお買い物動画ですね。まあ今週買ったり届いたりしたものを順番に1個ずつ見ていきましょう。まずは B25 さんのアシッドレインムースローレル LA3B でございます。いや、かっこいいね。今回はバックスチームのローレルということで、付属しているフィギュアはボブですね。渋いおじさんが入っていて、細かい設定はちょっとよくわかんないんだけど、僕の中では特攻野郎 A チームのハンニバル的な、そんなね、チームリーダーみたいな、立ち位置なのかなと思っていつも遊んでます。で、このローレルがね、いつもとちょっと仕様が違ってかっこいいんだよね。頭の形がニュクッと変わっていて、あとこの部分もいつも抜けてるんだけど、今回はクリアパーツがはまってるみたいな、そんな感じでより戦闘仕様みたいな、そういったものなのかな。で、肩の部分とかこの部分にバックスチームのねマークが入っていたりとか、あとここにもねバックスチームって書いてありますね。まあいつもとねちょっと違う、より特別な機体っていうことなんでしょうね。で、後ろ見るとこういった感じ。いや、いいですね。この武器構えた姿とか、あとストロングホールドのね、手をつけたりとかもできるので、こうやってね、重武装もできるということで、いや、これは楽しくなりそうです。次も B25 さんのアシッドレインシリーズでアバドントルーパーでございます。兵隊さんのセットですね。今回の兵隊さんはまたいつもとちょっと雰囲気が違って、なんか近未来みたいな、そんな感じなんですけども、名前がちょっとヤバそうな感じで、アバドンって確か黙示録とかに登場するなんか地獄の王様みたいな、そんな感じな名前だったと思うんですよね。だから、まあ、地獄の王の親衛隊というか、地獄からの使者みたいな、そんな感じな、まあ、やばい系列の人たちですね。で、真ん中にいる人ね、ちょっと色が違うので、この人がね、隊長さんなんでしょうね。後ろ見るとこういった感じで、いや、やっぱ相変わらずかっこいいね。武器も色々ついております。次は4トイツさんのトボット V ロケットです。もう今ね、トボット V にすごいハマっていて、毎日触って遊んでますね。先日ビクトレイルとトロルっていうロボットをレビューしたんですけど、どちらもね、ほんとすごいよくできていておすすめなので、気になる方はね、ちょっと動画見ていただけると嬉しいです。ここら辺にリンク貼っておきますね。で、今回購入したのはロケットっていうやつで、このスペースシャトルみたいなビークルからこのロボットに変形するというやつで、やっぱりかっこいいね。で、かっこいいビークルからかっこいいロボットになるとなったら、結構複雑な難しい変形するんじゃないかなって思う人いるかもしれないんだけど、トボット V はね、全然そんなことないんですよ。まあ、ロケットまだ開けてないからわかんないけど、僕の触った4体のトボット V のロボットに関しては、どれもみんな簡単な変形で、小さいお子さん、保育園、幼稚園の子でも教えてあげればね、誰でも変形できるようになるんじゃないかな。勘のいい子だったら何も教えなくても、自力で変形させることもできると思います。で、大きさも大きいし、作りもね、かなりしっかりしているので、そのね、どっか折っちゃいそうとか、そういった心配もないし、ほんとすごいよくできているんですよね。で、これ日本ではね、ちょっと普通には買うことができないっていうか、小さいお子さんたちの目に触れる場所には並ばないっていうね、それがちょっと残念で、まあ Amazon で買えるんだけど、そこで買う人っていうのはね、おもちゃが大好きとか、変形ロボが大好きっていうね、ある一定の年齢をいったね、人たちになってくるので、やっぱりね、こう、パッと見た瞬間に普通にね、おもちゃ屋に並んでるぐらいな、そういった感じでね、このトボット V が日本で展開されると、すごいいいなと思うんですよね。で、インスタグラムでトボット V 検索すると、韓国のお子様たちがですね、すごいいい笑顔で遊んでる写真とか、あと、買ってもらった瞬間なのかな、箱を抱えてね、いい顔してるんですよ。もうそういうの見ると、すごいほっこりしますね。で、あとね、話がちょっとわからないのが残念で、10話ぐらいまで見たんですけども、ちょっと細かいところがわかんないんだよね。で、僕がなんとなく分かった限りのところでいくと、まあ宇宙でなんかいいやつと悪いやつがいて、で、その悪いやつが、ね、なんかをこう狙ってるんだよね。で、ギャラクシーウェポンだったかな？それをね、このままだと奪われてしまうから、隠そうっていうことで地球に落として、その一つがこの少年が持ってるこれみたいな。
そんな感じで。で、これがまあ、彼の元に来たことによって、少年の部屋にあったおもちゃたち、まあ、こういった宇宙船であったりとか、あとはスロットカーとか、そういったものたちがみんなね、変形してロボットになるような、まあ、命を得たみたいな、そんな感じになって、で、まあ、彼らと共に、少年がね、こう、身の回りで起きる事件を解決していくみたいな、そんな感じで、まあ、事件って言っても、そんなに大きなね、深刻な事件が起きるっていうわけではなくて、まあ、こういった子供向けのアニメとかではよくあるような流れのものですね。なんとなく雰囲気的にはね、お猿のジョージをちょっとこうね、ロボットアニメにしたみたいな、そんな雰囲気って言えばいいのかな。ちょっと違うかもしれないな。うん。で、敵キャラクターっていうか、まあ、敵みたいな感じで、3人組がいて、まあ、ポケモンのロケット団的な、そんな感じでね、こう登場したりとかしていて、まあ、僕が見てる範囲ではまだほのぼのとした感じな話なんだけども、まあ、もしかすると話が進んでいくと、その銀河のね、いろいろないざこざがこうもっと地球の方までねやってくるみたいな、そういった感じになるのかもしれないですね。今何話ぐらいまでやってんだろう、20何話ぐらいまで来てると思うんだけど、ビッグトレイルとかね、そこら辺は登場するのは多分20話過ぎぐらいな感じっぽいんだよね。で、僕が見てる範囲で出てくるのはスピードっていうやつと、あとなんだっけ、モンスターか、モンスターっていうのと、あとこのロケットっていう3体が、まあ、今出てきてるような感じで、まあ、その後ね、タンクガイとか、天下大将軍とか、ああいうね、もっとこうすごい奴らがまたね出てくるみたいなんで、ちょっとアニメの方もね頑張って見ていきたいと思います。まあ、トボット V の動画の方はねどんどんやっていこうと思うので、またね気になる人はちょっと見ていただけると嬉しいです。次はこちらになります。100円ショップセリアで見つけたおもちゃ、変形ロボットカーです。名前がドストレートだよね。ミニカーがロボットになる、まあ、この車がロボットになるみたいなんですけども、多分説明書なしでこの後ろ見てやれってことでしょうね。 B タイプの方は結構かっこいいロボットになりそうなんだけど、 A タイプがやばそうだねこれね。どんな感じなんだろう。まあちょっとね開けて遊んでみたいと思います。そしてこれだけじゃなくてね、他にも気になるものがあったんだけど、こちら上杉マイクロブロック戦国武将っていうのがあって、こういうねそのナノブロックみたいなやつで武将のね甲冑姿を作るみたいな、そんな感じで難易度とかあるんですよ。で、これ1個だけだったら多分買わなかったと思うんですけど、まあ武田があって、そして前田で、真田伊達織田ってね、どん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 いっぱいあったから、もうちょっと作って並べてみたいなと思って買ってみたんですよね。いや、このシリーズこの後も続いていくのかな。ちょっと心配なのはこういった系列のブロックってハマりが悪かったりとか、結構ブロックって精度が大事なんだけど、その辺大丈夫かなって気になりつつも、まあ気になって買っちゃったみたいな、そんな感じです。次はゾイドワイルドです。今回は雲のゾイドですね。スパイです。かっこいいね。で、お値段960円だから、きっとユニットじゃなくてゼンマイ式のゾイドだと思うんだけど、どんな感じなんだろう。足とかがこうやって動くのかな。すごい楽しみ。次は RKF レジェンドライダーシリーズの仮面ライダーゲーム、ゾンビアクションゲーマーレベル X0 と仮面ライダーローグです。悪の強い2人が発売されましたね。まあ、ゲームはねレベル X0 から来るっていうのはちょっとびっくりしました。で、あとこっち側のローグ、これでビルドの4人がね並べることができるので、すごい嬉しいです。ここからはちょっとマニアックな即日になります。全部3月3の即日なんですけども、まずは水木しげる機械漫画即日列伝の鬼太郎怪奇一番勝負編でございます。いや、いいですね。墓場鬼太郎バージョンって言えばいいのかな。ちょっとあんまり鬼太郎の漫画の方とかは詳しくないからあれなんですけども、確かそんな感じだったと思います。そしてもう一つ、同じく水木しげる機械漫画即日列伝から鬼太郎やわ編の鬼太郎でございます。タバコを持っていてね、またちょっと雰囲気が違う鬼太郎で可愛いですよね。素晴らしい。そして同じく3月3の即日で、つぶらや怪獣送信劇で、ロボット長官、このね服の色が水色で、これクリアになってますね。そしてもう一丁シャドウ星人なんですけども、まあゼナ先輩みたいな、そんな感じですね。これはクリアレッドでラメが入っております。で、最後ちゃんとつぶらや怪獣送信劇のテレスドン、これはねすごいいいです。
あの僕買おうかどうかちょっと迷ったんだよね。お値段がやや高めで6000円でどうしようって思いつつも気になってね、我慢できなくてポチッとしたんですけども、これはね買ってよかった。あの想像していたよりも大きさも大きいですし、このねテレスドンの顔がめちゃくちゃ可愛いんですよ。まあこれクリアバージョンなんですけども、クリアじゃないバージョンもねちょっと手に入れることができたら嬉しいなみたいな、そんな風に思っております。はい、そういうわけで今週買ったり届いたりしたものを順番に見ていったんですけども、いかがだったでしょうか。そうですね、どこから動画作っていこうかな、ちょっといろいろ溜まってるんでね、それもやらなきゃいけないんだけども、もしこのおもちゃの動画見たいなとかそういうのありましたらね、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。で、1月はちょっと体調不良とかもあってね、なかなかうまく動画作れなかったんですけども、まあ、2月はねあのフルパワーで頑張れるようにやっていきますので、応援していただけると嬉しいです。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。もし面白いなと思いましたらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。